というわけで、やついフェスの、大体の振り付けを今作っているところです。まずはまずクロスして、で腰と帽子とか頭、そう、今度これを入れ替えます。入れ替えたら今度こっちへこう持ってきます。でそのまま足を出してクロス、右手が膝で腰、クロス、でこれをスーッとそのままこう伸ばしていきます。伸ばして、はい、これさ、メイキューメイキュー叩き割れ、うん、あーとか、なんかそのやめちゃうじゃん、メイキューメイキュー叩き割れ、うんうんうんってカウント、そこはちょっとやだったから、ギリギリまでやって叩き割れ、うん、体チョップとかそういうのにしようかな。そしたらなんか一人がこういうドーンっていうのがいても、体チョップとかなんかいろいろいたら面白いし、ちょっと頭からやってみない？いいよ。これじゃあ、ここは違うけどね。やっぱりそこだね。同じになっちゃうよね。なんか止まっちゃうんだよね、どうしても。それ違うやつ、それ違う。それになったら、でも菊池は多分ニコニコし始める気がする。そっちの方にも。最初だからこれはちょっといて先にこれでもいいじゃない。スナちゃんが思いついてる。テレチャラヤヤ、うん、タララタラタララタララタラタララタララタララ、違うな、大体で、うん、大体はこれやるんですか。それ、いや、これは後に撮っとこうかなと思って今違うのやってみたんだけど、いまいちゃう。だいたい、だいたい、あ、よい、面白い、だいたい、できない、私できない、一発以外誰もできてないよ。菊池さんのオーバーはじゃあ2番の曲だけやってにしましょう。なんとなく。2023かへの道で、今日2回目のリハだもんね。はい、じゃ引き続きよろしくお願いします。いくぜ。